マスオゲームズとゴーグレットです。はい、今日はですねこちらモンスト覇者の塔34回の後付け実況をしていきたいと思います。実はですねこれねゴーグレンが家にいる時に撮影一緒にマルチ行って撮影したんで、はい、ちょっとねなんていうの後付けになってましたが、うん、はい、一応最初に見ますと突破できました。イエーイ。残すところ35だけですね。残すところ35なんです。でね、その前に、ね、おいおい33はどうやってクリアしたんだとね言われるかもしれないんですけど、そのステージはですねアグナムート2体ドラえもんとあとヒミコで勝てました。で、その撮影なんですけどなんていうの勝てると思ってなかったから普通にこうプレイしててあ、勝てたって撮影してねえけどまあいいか、みたいな、まあそんな感じでやっていきました。で、ね、こちらの34回なんですけど、いや、コグレンがね、土適性を土適性まあ適性持ってくれてたんで、うん、本当に助かりましたね。うん、僕まだ大黒点持ってないんで。そっか、そうなんですね。大黒点持ってないんで辛く辛い ね、まあここの34回なんですけど、もうご存知の方も多分多いとは思うんですけど、まず魔導士を、うん、倒して、でその魔導士が、雑魚の攻撃力をダウンしたり、うん、雑魚の防御力をダウンしたりっていうね、そういうステージなんで、でもまあいいよねこのパーティーだってね、うん、でしょ、うん、なかなかいいんじゃないかなと。ということで、まあ、第1ステージがこのようにいってます。まあコグレンのターンですね、うん、次が僕ねここね、まあこっからですよね、ストライクショット貯めようかっていうね。そうだね、まあこう何ですか、スカイプはしてたんでね。そうそうそう、だから息はぴったりなんですけど、はい、まあストライクショットダメよってことで溜めながら、次のステージで、コグレンがまず魔導士に、これはもういいとこだったからね、もう完璧、ポンっていっちゃったよね。完璧、うん、完璧です、完璧ですと言いつつ、まあね、こういう風に、まあ僕はここ大黒点をこういう風にね配置させて、あ、だ配置っていうか大黒点の電撃で何度か倒したいな。やっぱりね、僕が連れてったキャラクターはですねアンチワープじゃないから動けない。確かに、でここがカカカカカカーンと入ってくれたおかげで、まあ倒せて、で次がまあね、ワープあるんでもう何もできない、無理、まあ適当ですね。これ攻撃力ダウンしてるの結構食らうんだよね。強くね、強い。コグレン攻撃力ダウン、あ、攻撃力ダウンしてないの食らったことあるっけ。あ、一回何回かやったんですよ。そう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 、だからそれでは何回か食らった時があるから、すごいんですよ、ここ攻撃力ダウンしてないと。すごい、すごい食らって、で、ここがコグレンが多分ね、外してるかな。まあね、まあ僕にしては珍しいぐらいですよ。自分がこう、いろいろ地雷を撒いてるね。まあっていう感じで、まあ、第2ステージをこういう風にクリアしました。ここね、多分ね、あれだよ、回復を金まで育てて、そっか、最終的に取っていこうみたいな。そう、金まで取って育って、うん、取ろうみたいな感じでやってたんですよ。で、コグレンが立てがんして、あ、うまいなみたいなね、そういう感じだったんですけど、ここでね僕が取ろうとするわけですね。そうですね。で、僕の狙いとしてはなぜかこう下から、あ、ワープをね考えてないんですよ、なぜか。ワープを全く考えずにね放ちまして、まあ結果的に、ね、結果的にね回復を取れて、オッケーオッケー、まあザクも倒せて、オッケーなんですけど、そう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 、ワープが見えてなかった。東大元暮らし、マサオさん見えてないけどね、これね、スマホ越しでこうやってっから、あ、そうなんだ、うまくやったねみたいな。俺、あ、やっべみたいな。で、ここは、防御力ダウンをまず、魔導士を倒さないといけないんですけど、まあ、コグレンが今大黒点うまくやってくれたんで、僕はアグナムートが大黒点にこれ当たっちゃえばいいんじゃねと思って、こういう風にやりました。ここまで非常に順調、うん、順調だね。で、さらにですね、ここからコグレンが決めますね。これはもうね、横しかねえだろみたいな。いや、俺大丈夫よこの角度って言ったんですけどなんと一発で決めた。そこなんですよ、うまい。まあ、コグレンね、そういう今日キャラみたいなんです。あ、で、パーキューマまたかってなっちゃう。で、まあね、ワープに入っちゃうんで、もう何もできずに、まあこういう風な感じですよね。お、ここ入る順番考えれば
そうだね、もう少しうまく立ち回れるよね。しょっぱらどっちかのアグラムとかクソ技いけますで、ここがここで上からのマッチショットね、ハマりカンカンハマりで、なんかね、ここでもあんまり食らわなかったイメージ。なんでなんだろうね、もう少し食らってもいい。そうそうそう、イメージだったんですけど、ここはもう無理なんでワープの残留に入りまして、かぶってもうね、何にもできない。もうね、また防御力ダウンがちょっとなくなっちゃってるんで、ここで防御力ダウンを取らないといけないんですけど、ここがね、ココレンが迷ったんだろうね、こうね。そう、あのね、入ろうか、あっち行こうか迷ったんで、でも盾でこう防御力ダウンをまず倒すっていうね方向、これナイス判断でしょ。うん、でもってまたワープなんですけど、まあいい具合にね、串灘がこういうふうに回復なく動いて、うん、取れて、まあ結構ね、なんか微妙にマッチ入って、マッチ入って、これも素晴らしい、結構ね、ダメージ加えられたんですよ。あの正直ね、34回はまあ何回も結構僕ソロでやって負けたりはしたんですけど、今、あの今までのところに加えたらいいね、うん、他に比べたらね、他に比べたらね、全然いい。31とすごいもんね、終始集中してなきゃいけない。31は1回でもうこう軽くミスったらもう終わりみたいな、ね、で33回もまあ序盤の雑魚戦あるんだけど、うん、そこもミスったら終盤何ターン以内にっていうのがあるんだけど、この34回は何ターン以内にないんですよ。ああそうだ、ね、基本的に、うんうんうん、その雑魚戦でね、こいつらを倒しちゃえばね。そう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 、魔術師みたいなやつ、そう、魔導士、魔導士を倒しちゃえばそういうことないんで、うん、で、ここね、僕は串灘もこれ、もう使っちゃおう、できたら魔導士倒したかったんで大黒天の右上に配置、右にこう向けたんですけど、あんまり入らなくて、やべえ、やべえぞってなったんですけど、ブロック乗ってたんだよね。そうそう、乗ってて、でも、ね、ボスはねすごいダメージ加えられましたね。ただ、やっぱり魔導士が倒せたな、ここが怖いね、怖いで、ここは国連が、これもう倒しきっちゃおうと思ったんですね。ああ、いい判断ですね。もうこんだけしか残ってないから、おお、しかもここで魔導士を、そしたら運よくね、スピードアップがあってね。そうだそうだそうだそうそうそう、で、こっからまあね、雑魚を倒しつつストライクショットも貯めれたらいいなみたいな感じで、まあ、うまい具合にこう雑魚だけを削っていくようにしました。ね、多分ね、うん、この辺から SS ために入る、 SS、もうひたすら SS ですね。そう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 、やっぱ串灘の SS がね、いざとなった時に強いっていうと、あのボス戦の一番最後ですねが怖いんで、まあ貯めました。串灘はね、あったら結構ね。そうで、ここは、また魔導士から倒していくんですけど、ホグレンのね、大黒天のね位置がね、神配置最高なんですよ。びっくりしたね。そう、だからこういう風に、倒してみました。で、アグナムとはワープ入っちゃうのも何もできないんで、とりあえず、キラーがついてるんで、このね、ガキっていうの、ガキだ、ガキをまず倒す、うん、倒しきれないんですよ、まあ、削っていくだけでも意味あるかなと思って、ね、はい、で、ここは俺もね、これはね、抜けらんないと思ったから、もう削ろうと思って、そうだ、ここはあれだよね、45度で、この頭ぐらいですね、大黒天の頭ぐらいのところでちょうどカンカンはまれる感じ。弱点来てたらね、よかったんだけどね、弱点来てたら最高だった。で、ここは僕はまずお面倒したいなと思ってて、横眼です。倒せたのか、あ、大黒天がね、やっぱ超いいたんだ。てか大黒天難しくない？大黒天がね、いつもお面壊してると勝てないんですよ。壊しちゃうとね、しかも大黒天落ちないし、あー、でも欲しいわマジでっていう感じですね。で、またね、さっき削ったアグナムートなんですけど、さらにちょっと削ってしまおうと、また縦勘でこれでガキを倒し切ります。今度はね、防御をダウンする、ね、そう、防御力ダウンで、ね、この辺でね、ちょっと迷うんだよ俺、あの回復取りてえなと思いつつ、でもボスかな、あー、でもボスでね、うん、ここ上手い具合に削って、一発でいけないかな、次だよね、うん、ここ串灘がね、基本的に何もできない。はぁSS が超強いんですよ、ね、ルシファーだったらやっぱりよりいいんだろうね、串灘のところが、うん、シールドも、シールドっていうのもバリアも張ってるし、防御力ね、そう、
しかもエナジーサークルでどっからでもまあ攻撃できるし、ここ迷ってるね。でもあれは取りに行っちゃえば、あ、スーパーいい感じだねこれ。持って、まあワープなんですけど、まあワープもうね縦貫しても意味ないんで、もう行くしかないね。適当ですね。ワープランダムなんで。で、魔法大黒点に当たってこのように突破、バトル5突破です。イエーイ。そしてバトル6で、ここもまたね、アグナムトがいい位置に配置できたんですね。で、ここで迷ってるね。迷ってるね。もうだってどうしようみたいな。何したらいいんだろうみたいな。こいつらまださ防御ダウンしてないからさ、あ、結果あ縦でそう友情コンボ、ここで抜けられないかなって思ったんだけど、でもベスト、そうとりあえず行ってみよう、ベストを言います。いや、なんだマッチマッチ分かんない、ショットで、ここはもう僕なんですけど、これ、ね、無理、何もできないと思って縦勘ですけど、ここが本当はね倒しきれたらよかったんですけどね、難しいね。そうですね、ちょっと間空いてるから斜め45度で入っても多分無理なんで、で今度は僕は下を多分狙おうとしてるかな。そうだね。おーおーうまいっていうね、神がかった、これはうまいね、ワンショットになったね。うん、もう勝たろうかなと思った時間いったからね、よかったよ、これはうまい。でこれ俺は上ですね、あえて上狙ってますね。まあ、ここで防御力なんですか、ダウンをもう一回倒してもね、そんなに意味ないんじゃないのかなっていうので、確かに今聞いてるもんね。そうそうそう、聞いてるから。で、これ何したの？とりあえず俺はこれもう狙うとこないから、下か、そう下でカンカン、おお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 おっしい、うん、惜しいね。今大黒点になったってよかった、うん、でもね、地味にね、ここね、ダメージが蓄積されてて、ちょっとずつ怖いなって思い始めて、おお、そしたらまさかの890万、890万、俺ね完全ラッキー、ラッキーだね。でもやっぱ勝てるときってこういうラッキーもちょっとね、ついてくるっていうのがつきものです。すごいラッキーだった。ここ入ってなかったら厳しかった、厳しかったね。でも HP がこれですから、結構やばいなって思ってたんで、超ラッキー、うん、ラッキーです。本当だよ、まさかだってワープで縦に出るとは思わない、ね、意味が分かんない。でもラッキーで、うん、まあこういった形でまたね、ストライクショットも溜めれてて、回復もこのようにできてっていう形で次の戦いに迎えられました。もう多分これ金ハト、金ハトしてもう上がっちゃおうな。バトル6、まあね、ここまではね結構何回か普通にいける、うん、ソロでもいけた、ソロでもボスの最後までは割といけるんですよ。ただね、ボスの最後がきつい。で、ボス戦第1戦目なんですけど、ここはですね、コグレンが俺何もしようがない、ね、俺何もしようがないから、とりあえずダメージ与えようかなみたいな。でもうまい具合にこうアトスにも当たって加速的なね、ダウンついてないからね、あれなんだけど。で、ここで俺がもうストライクショットを使ってしまおうと。で、攻撃力アップと防御力ダウンを、うん、あ、防御力ダウンと防御力ダウン、そうそうそう、当てようと思ったんですけど、ワープに入っちゃうんですけど、いい形でいい感じで、ラッキーな形でね、ボスにも行った、そう、ボスにも行けたしっていうのがありまして、で、次ここもうね、もうラッキーなんですよ、ほんと神がかってるぐらいね、ラッキー。もうこんなんね、そばですよね。もう立っていくしかないでしょ。そうそうそう。で、こっからですね、またね、もうこんな雑魚ですから。うん。SS ダメです。まあ、SS ダメを多分、しようかなって思ってたんだと思うんだよね。うん、でもね、多分ね、すぐ終わっちゃったんだと思うんだよ、これ。ああ、倒しきっちゃった気がする。割とね、確か俺がミスった気がするな。どっちやっけな、どっちか。いや、SS ダメはしてるはしてるんですけど、してる、確かね、俺がミスっちゃったんだよね。そう、コグレンがね、この上に左にこう、プロロプロって入るんですよ。なるほど、なるほど。で、俺がどうやったんだろうな、あ、右にこう、次のステージで、右の方にいたかったんだよ。あー、なるほどね。でもね、こう、かなり攻撃を加えてしまい、あ、でもここまだストライクショット溜めてるよ。そっ
か、そっか、そうそうそう、溜めてる溜めてる。ちょっとね、こうカットしてないですあの、溜めております。ちょっとね、溜めてる様子もね、ぜひ、あの、一人一人どんなこと考えてるんだろうと思います。あ、確かここでやっつけちゃうんだよな。あ、まだ溜めてますね。で、結構ね、溜めれたんですよ。ただアグナムート、なんせ長いですからね。か、途中で倒してしまうんですが、ぶっちゃけで言うと SS を止めたかったよ。そう、まあ、ちなみに、あれ、よくね、コメントで、いや、コグレン優しいな、付き合ってあげてみたいな、ね、あの、俺がこの覇者のと、っていうコメントいただくんですけど、はい、ありがたいですね。でも、あの、僕もコグレンの覇者のと実は協力してます、この撮影会ですね。さっきまでね、27回こんな感じですよ。あー、27回パッチョパッチョって言っちゃいましたけど、ね、クリアできなすぎてね、ちょっとね、頭がおかしくなりそうなんですけど、なんかね、27回が意外と難しいんですよね。そう、俺ね、何回もやられてる。そう、僕ね、34回までこの動画と今軽く撮ってるように見えますけど、結構僕、あまり上手くない。さらに、あの、キャラが少ない。あー、うん、だから、こう苦労しましたね。で、SS が、で、ボス戦なんですけど、とりあえず SS ここね、あれじゃない、そう、お面狙ってよって言ったんですよ。お面倒したかったから。でも、コグレンは、え、届かないよ、うん、届くわけねえじゃん。とりあえず狙ったんだよ。そう、とりあえずね、上狙ったんだよ。お面を早く倒さないとね、回復しちゃう。狙ったんですけど、なぜか大黒天って言って、道明王にゴーン。全然ね、全然ダメでびっくりしたこれ。僕で、次俺のこのアグダムと重心からなんですけど、これお面に少しでも攻撃したいなと思って、こういう風にね、いったんですけど、まあブロックにはまっちゃいましたね。ね、まあでもね、110万くらいすごい。しかも防御力ダウンしてない状態で、これはまあ回復されちゃうんで意味ないんですけど、いい感じで100万もしたんだよね。そうなんです、すごいよね。アグラムート受信がだから使えますよね、このステージで。持ってここで、また出てきます。とりあえず攻撃力ダウンも今俺倒してる。そう、倒してあるから、次防御力ダウン倒せばよくねって SS 使うかもらってたんですけど、防御力ダウンした状態で、あの、クシナダの SS は使った方がより強力だと思って、今はジャコスにかかりました。で、持ってアトスが、あ、アトスに大黒点が、これはもうね、ボスガンガンでしょ。さっき100分食らったのももう完全に全開に最終にされてる。だからね、ここ大変な点ではあるんですけど、これは、大黒点と串田連と当てて少しでも削る、まず削ろう。そしたら意外と削れて300万ですよ。アグナムート強い。アグナムートの何キラーなんでしょう。キラーついてないんだよ。うん、ついてたよ。嘘、ついてた。うん、そうだ。これは多分ね、防御力を狙ってる。防御力を狙うの回復か。ああ、そうだね、回復か。で、攻撃して、そう、こっからね、まだね、実はここでね、これね、ボスだと思ってなかったんですよ。俺ね、まだあると思ってたの。ボス、なんかね、ボス第2戦だと勘違いしてるんですよ。だから使うときに、使うの、使うのって言われるんですか。ここで使うなと、いつ使うのうん、ということで、ちょっとね、ストライクショット使いました。そしたらですね、すごい、1000万ダメージ一発。やっぱ串灘最高。ということで、こういう風に立てました。すごい。一応ね、スピクリ、そうだね、うん、もうできてて、ラッキーみたいな。今回、この回はすごかった。この回はね、なんかね、ラッキー連発みたいな。はい、ということで、このように34回もクリアできました。イエーイ。残すところ35回のみなんですけど、35回はですね、実は適正と呼ばれるキャラクターがね、僕ら2人とも全然いない。そうなんだっけ、何が適正なんだっけ。まあ後で調べよう。そうだね、確かね、いないんですよ。だからね、ちょっときついんですけど、まあ35回ね、あと何日間かまだあるんで、35回クリアしてオーブ50個、うん、オーブ50個ゲットしたらね、最高ですよ、うん、引っ張れパレの、あの、50個もあるんで。あー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 、これ100個、しかも700日キャンペーンで10個もあるし、110個はこれクリアしたら
ゲットできるんじゃないかなと思いますんで、それをね、ゲットして超獣神祭に挑みたいと思います。すごいね。はい、さらにね、コグレンもね、今あのストリートファイターのガチャしたらね、なんかあれだったっけ、レインボーミカ、ミカも当たってね、ラッキーということなんですけど、はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。35回はぜひ生でこうクリアしてるところをお見せできたらなと思います。ということで、以上、マスオとコグレンでした。バイバーイ。いい感じで勝てたね。ね。バイバイ。